ちょっと待って。あー久しぶり。会いに来た。マジ？本当に？俺なんかの予定があってかと思ってきた。申し訳ない。北海道にいたからさ、別になんか距離感が。いやありがとう久しぶり。元気？元気でやってるよ。本当にありがとう、びっくりした。そう、 SD カードマイクロ SD がここに入っててさ、パソコン、iPad とかに入れて、あと編集したり。これ大濠公園、折口は左側で、でもこれがないからさ、感覚でしか撮れない。でも結構広角だから全部顔入ってるんだけど、こんぐらい入ってる。どう映ってるの？確認できないの？だからこの外とか撮るときにすごく良くてさ、あれやと海とかこうやってみんなでこう歩いてたらさ、臨場感がすごいある。地下鉄じゃちょっとよくわからない。やっほー。だからチームラボ撮るときにいいなって思って。これ映ってんの？動画になってるよ。イエーイ。で後で切り取れるんだよ。初 GoPro。 あ、ちょっと待って。 GoPro です。入ってる入ってる。お散歩です。チームラボに行きます。ほらこんな感じ。ああそうなんだ。でこういうスティックとかつけたら安定しやすい。手に持つと手ぶれめっちゃするじゃん。確かに。こういうのスティックにつけて。まあまあこのスティックはもうちょっと軽いのもあるから、ね、もっと軽くできる。ハロー。ハロー。大阪城じゃないや。福岡城あと。あと。来てまーす。で自撮りするときはひっくり返して。来てまーす。難しいから。でもすごいね、なんかちっちゃいカメラなんだね。そうそう、すごいね。なくても撮れるの？まあこんぐらいはいける。まあまあこっちは撮れないけど。ありがとうございます。イエーイ、行こう。ちょうどいいし。どっち？ごめん、半径ある？あ、半径あるよ。結構危ない足元。おー、うおー、うおー、すごい、かわいい、かわいい。子供を見てる、子供のこの喜んでる姿いいね。うわぁ、恐竜の卵がいっぱいある。なにこれ、すごいね。すごい、ピカピカ、すごいじゃん。うわぁ、すごい、すごいね。うわうわうわ、ちょっとこれはガーニーやってやったりっすね。ガーニーやられた感ありますね。やられた感ありますね。足元気をつけて。はい、ガーニーすごいっすわ。やっぱり僕の知り合いの方がこれ作ってて、チームラボすごい、すごすぎる。いや子供があんなに喜んでるの見るとちょっとこっちも嬉しくなっちゃう。嬉しくなるね。何これって感じだよ。だよ。え、あれ上から見れるんだよね、もしかして。そういうことだよね。そういうことよ。上も上から見ても最高でしょ、これは。これもう一回押してくる。うん。撮るよ。あれこれついてるよね。はい、チーズ。オッケー。本当に色変わるんだね。すごい。その中から鳴ってる？違う。あ、鳴ってるよね。ここか。
すごい。綺麗だな。さっきの人、お孫さんと一緒に来てほしいね。喜ぶよ。孫が喜んだら何も言えないよ。うわ。